ここも本当は竹の林、枯れてる竹でかまど発電、高校大学すべてのところで発電すれば1000万キロワットあたり狙えるかもしれん冬場。それをどこの会社が開発しよう。愛知県トヨタ関係なんじゃないですか。いい加減にしてくださいよ。かまど発電用の竹だって言ってたでしょ。重機が10台ほど動いとめちゃくちゃなことばっかりしよう。自然にほっといても竹が生えてくるのに、ああいう風に枯れてる竹、本当はあの辺り一面もあったんですよ。こういうのを先に集めていって、あとは放っておいても生えてくるから。それがバイオ発電ですよ。全部こんなわけのわかんない切り方しと、枯れてる竹から順番だって言ったらこういうことしよう。ここも本当は竹林で、ゴミはほったらかし。これはこの国の仕事の仕方、根性臭しすぎや。議員のな、現場ちゃんと見に来い。